ヨセフは、旧約聖書の、創世紀に登場する、イスラエル人を大飢饉から救った人物。ユダヤ人の祖、ヤコブの子で、母はラケル。同母弟に、ベニヤミン、イボアニに、ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ダン、ナフタリ、ガド、アシェルが、イボアネに、ディナがいる。妻、アセナトとの間にエフライムとマナセの二男を設ける。 創世三37から50ではヨセフを中心とした、いわゆる、ヨセフ物語が語られる。その概要は次の通りである。ヨセフは、父ヤコブと、母ラケルトの間に長男として生まれた。ヤコブはヨセフが年寄り子であるため、誰よりも彼を愛し、きらびやかな服をヨセフに送ったりした。そのため10人のイボアニたちはヨセフを憎むようになった。ある日ヨセフは夢を見、 それを語ったので、兄弟たちの妬みを買い、穴に落とされ、やがて彼らによって、ミデヤン人の大将に売られてしまう。その直後、ヨセフの服に羊の血をつけ、父ヤコブにヨセフは獣に襲われて死んだと偽った。大将の手によって、エジプトに渡ったヨセフは、エジプト王宮の自重長ポティファルの下僕となるが、そこで成功を収め、ついにはその家の全財産を管理するまでとなる。 ところが、ポティファルの妻の性的誘惑を拒んで、その妻に帰って、濡れ衣を着せられて監獄に入れられてしまう。しかし、ヨセフは、そこの監獄の長に気に入られ、その監獄の管理人となった。やがて、その監獄に、ファラオに罪を犯した、検釈官長と調理官長が交流され、ある時、二人は同じ夜にそれぞれ夢を見た。ヨセフは、 その二人の夢をそれぞれ解き明かし、その解き明かしの通りになったため、その能力が後に、ファラオに知られ、ファラオが見た夢も解き明かすことになった。その彼の解き明かしがファラオに認められて出世し、エジプトの最小となる。その後、ヨセフはファラオから、ザャフェナト・パネアという名と、恩の祭司ポティフェラの娘、アセナトを妻として与えられた。ヨセフが、ベニヤミンの袋から、 銀の杯付きを取る。最小の地位についたヨセフは7年間の大飢饉に備えるために食料を保存するなど、国政に腕を振るった。7年間の大飢饉はエジプトだけでなく、父、ヤコブや兄弟たちのいるカナンの地にも及んだ。そこで、10人のイボ兄弟たちは、末の弟で、ヨセフとは、同母弟となるベニヤミンをカナンに残し、エジプトに穀物を買いに行く。 そこで、ヨセフと出会うが、兄弟たちは、最初ツァフェナとパネアがヨセフであることには気づかなかった。だが、ヨセフは兄弟たちのことが分かっていた。そこで、ヨセフは兄弟たちを患者と決めつけ、末の弟ベニアミンを連れてくるように要求、彼らの誠意を試そうとした。兄弟たちはシュメオンを人質として、エジプトに残し、穀物を持って帰ったが、エジプトで起きたことを、 父ヤコブに話すと、ヤコブはベニヤミンをエジプトに連れて行くことに強く反対する。しかし、穀物が尽きてしまったため、仕方なく、ヤコブはベニヤミンをエジプトに連れて行くことを決心。兄弟たちはベニヤミンを連れて、エジプトに戻った。ヨセフはベニヤミンを見ると感激し、兄弟たちにご馳走をした。その後、兄弟たちが、カナンの地に帰る前にヨセフは、 ベニヤミンの持つ穀物の袋に自らの使う銀の酒きを入れた。そして兄弟たちが出発してすぐにヨセフは彼らを追い彼らが銀の酒きを奪ったと指摘兄弟たちは自信を持って盗んでいないと主張するが調べるとベニヤミンの袋から銀の酒きが見つかった。罰としてヨセフはベニヤミンを自分の奴隷とすると言ったが兄弟たちは 自らが奴隷になってでもベニヤミンを帰らせるよう頼んだ。ヨセフはその誠意にとても感激し自らのことを明かした。兄弟たちは驚くもその後ヨセフと抱き合い和解を果たした。また兄弟たちはそのことを父ヤコブにも告げた。ヤコブは最初は信じなかったものの最終的にはヨセフに会って劇的な再会を果たした。ヨセフは 父と兄弟たちを午前に移住させ、ヤコブの死後、110歳まで生き続けた。古来、エジプト人は人間の最長寿命は110歳であると考えており、ヨセフが110歳で死んだという聖書の記述はヨセフが神の愛を深く受けていたということを示している。ありがとうございます。